はい。皆さん、こんにちは。今日もサバイバルフォンテンオブユースやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回、こちら、箱舟と、えー、なんだ、ストームサンダーやったっけな。えー、こちら、ストーンブレイカーか、ストーンブレイカーの2種類で一応この島、たどり着きました。えー、たどり着いたところで終わってましたので、今日はまずはこの島を、まあ、まだマップも何もありませんので、少し探検していきましょうか。えー、目の前に階段があって、 でまあ、ちょっと登っていくと高そうな場所がありますので、まあ、高い場所でマップを作っていくという感じになりますね。よし、まずは一番最初にたどり着いた頂上っぽいところで、あちょっと曇ってるけど、あ、なんかー遺跡みたいなのが見えますね。とりあえずここで作ってみましょうか。はい、ということです、マップの制作会社。おお、早速なんかある。えー、で、 まっすぐ行くとアルマジロー。ここはなんだなんかのオブジェクトがある感じですね。あ本があった。全然気づいてなかったさ。とりあえず本を取りましょう。ルシー、えー、なんとかの手紙って書いてあったな。はいはい。えー、とりあえず真ん中に行く前に、周りからちょっといろいろと見て、マップの方を作っていきましょうかね。 現在どこらかなまだですね。あー結構出てるな。マップ出てて、これは結構作りやすい地形になってるのかもしれない。外側がかなり高、ああ、でもあっち側にもなんかありますね。うーん。えっ、ー、と、まだだな。まだ、ちょっと行けないけど、結構高い位置には来てますね。あーんで、なんか木があるのか。あれ、登れる木かな よし、木の上登ろう。えーで、裏側に落ちるとえらいことになるので、落ちたとしても、えこちらの方の内側に落ちるようにしていきましょうか。よし。ここは、どっちだ行けるのかな一応、一応なんか道っぽくは、あ、道っぽくなってるね。橋も誰かが作ったようなのがありますから。うん、こっちから行けるのか。 いやあの、でっかい木が、おそらく、えー、マッピングするためのやつですので、取れていこう。問題は敵がいないかどうかだね。あ,あと、足跡は今のところない。えっ、ー、と、インベントリーで、あ、やばい、1番。剣装備しとこう。さ、剣を装備していきましょう。えー、で、大丈夫かな赤が蛇なので、まあ、大丈夫しそうですね。 よし、さあ、はしごの方をかけてマッピングしていきましょう。よーし。さあ、何にもないかなたまにあるんですよね。えー、で、一応ちょっとでも高い場所に行って、マップを作成と。はい、地図を作成。あと6つなので5箇所はいけますね。よしよしよし。えー、石炭か。はいはいはい。ということで、こんな感じでどんどんマップ。 ピングをしていきましょう危ない危ない危ない。いつもちょっとこの木から落ちそうになるので気をつけないといけない。どうしようかな。外側歩かなくてももう内側でもいいのかな。ちょっと敵が来ると嫌なんですよね。うんできたらこちらの山みたいなところをずっと行きたいけど、まあ、行けないかもしれないな。ちょっと内側歩こう。 えまた登れそうなら登っていくという感じにしましょうか。うん、ちょっと敵はいないけど、もう少しで200メーター先に何かがあると。やばいやばい、落ちた落ちた。えーと、この木は関係なし、ここから上がれるかな上がるのは無理かなあ、ちょっとがきつい。ちょっとがきつい。頑張れ。よし。まあ マッピングは余裕でされてますね。石炭の場所が近いと。ああ、でも道あるな。ここからも登っていける感じの道はありますね。むしろここで降りろということかなそんな感じかな。まだ行けるところまで行ってみよう。さあ、とりあえず周りのところから行きましょうか。はいはいはい。ここも大丈夫。マッピングはされてる。いや、なんか変な ブラックタイガーかなんかって書いてあった今。ブラックパンサーか。あーがいますよと。ただ興味深い場所。これを取りたいけど、どうしようかな。マッピング最初にした方が楽なのかな。一応もうちょっと行って、マッピングして興味深い場所の方に行ってみましょうか。どうやらここ登れないっぽいので、もう降りて、えー、近くまで行きましょうかね。 うーんと、もうそろそろマップが切れるので、マッピングの方したいんですけど、やばいな、落ちたな。登れなかった。さあ、こんなところが行っていいのかどうかわかりませんが、とりあえず降りる。さあ、敵がそろそろいる頃ですね。ああ、いるね。ブラックパンサーがいると。一応、棒が持ってきてるけど、外すと結構きついんだよな。 月がかなり生まれますからね。うん、遠くでとりあえず仕留めたい。こっち側はいないね。ちょっとしゃがんで、あ、なんかもう古文書みたいなのが見えてるな。ピカピカしてますね。2匹か。さあ、ちょっとこちらの方をやるしかないかな。スタミナはまだ減らない。いやヘッドショットしたいけど。 で、ドンコし、オッケーよし1匹はとりあえずやりましたねもう1人見つかってるのかな見つかってるねああ、やばい外した間違えたぞ23よい切ったけどダメかダメだよいしあ切れないよし k、okay、さあ、なんとかえ倒しましたね。これじゃないぞ。えっ、ー、と、取っていくものは、肉、ヒレ肉。こんなのあったかなうーん、ちょっとブラックパンサー系は覚えてないですけど、あ、やっぱ取ってないか。取ってないね。えー、で、あとは、矢とかを回収したい。いや、ないかな。 さあ、ちょっととりあえず、あ、これないな。爪とかあるのとないのがあるな。えー、骨とかは今はいらない。えー、で、矢の方を回収したいんだけど、矢ないのかないや、もう見つからない。あったあったあったあっ,った。ここに1本ある。作るの結構大変なんですよね。外したやつはうーん、外したのはちょっと見つからないから先に行きましょうか。 お、これか、古文書。はい。ということで、古文書を見ていきましょう。燃えた船の歌ということで、えー、えこんな感じですね。あ、ストームブレーカー号が出てきたよと。うん、火を放った者たちを怒りに任せて容赦なく切り捨てたということですね。で、なんかここに載ってるんだけど、あ、ちょっと種も落ちてるな。種も、パイナップルの種ゲットしました。 え、これ、これ、な、え、高いとこにあるな。ジャンプでは無理か。うーん、弓矢で撃ってみよう。さあ、一本ちょっと無くなっちまったんでね。あんまりこれ無くしたくないんですけどね。おし、行った行ったけど、行ったけど。ちょっと待って、大事な一本が、大事な一本がどこか飛んでった。これかな。 これかなそれとも別のところにもまだあるかないや、ないな。そして人形の方を見ていこう。いや、撃ち落とせましたね。えー、一応これで OK。ただ人形どこ行ったやばいな、人形なくした。<laughs> あ、違う。ここにギリギリまだ乗ってるんだ。これはやばいな。えっ、ー、と、ちょっと。 この周りをいろいろ探して何か使えそうなものを探してみます。さなんかちょっと長いものがあれば、えー、槍かなんか作って投げようかと思ったんですけど、細いやつはなかったですね。竹とかどっかにあるのかなうーん、竹か細い枝があればいけたんですけど、ちょっといけないということで、こいつでもう一回ちょっと狙っていきましょた。ドーン。待って、大切な矢が、せっかく。 もう一本も見つけたんですけど、やばい、またなくなったかな。あった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 。これを回収しないといけない。さあ、これでどこまで動いたかですね。よいしょ。回収したかなはいはい。これで撃つべきではない。ああ、戻っただけだ。マジか。もう一回、トーン。ちょっと動いた。ちょっと動いたけど、なんてことだ。なんて難しい。多分これなんか当てて、 おそらく動かすのかなさあ、もう一回行くか。あ、間違えた、間違えた。は <laughs> める前に売っちゃった。いやー、もったいないことしたぞ。よいしょ。これ、なんか戻ってきたどこ行ったさあ、こんな感じでちょっと、この人形の方をどかしてみましょう。でも、なんか落とせそうな気はしますね。うん、ただ、クロスボウでやるようなことではなさそうだ。よいしょ。 はいはいはい、もうちょっとで落ちる。どーん。どうだろう。ちょっと待って、クロス棒が。<laughs> これで落ちたかな。さあ、ちょっと見ていきましょうか。あ、36メーターのやつがちょっと下の方になってるから、落ちたかもしれない。あーっと、ちょっと登れない。登れないよ。回り込もう。よい,いしょと。あー、落ちてる。えーっと、なんか、 えー、紺色の銅像をもらいましたね。えー、ちょっと待ってよ。もう絶対見つからないかな。矢の方をこっそりまだ回収したいですけど、なさそうですかね。見つからないか。方角的にはこっち側に打ったんですけどね。まあいいや、しらない。これ何個あるんだろう。さあ、今後もこれあるとちょっときつい感じですので、えー、勘弁してほしいですが、 よし、ここの上で、高いところでマッピングしましょうか。地図の作成と。おお、出ためっちゃ出たえーと、上の方に何かがまだあるのと、その前になんかボス。ボスなんか二つ重なってる気がするけど、気のせいか嫌 <laughs> な感じですね。うーんと、こんな感じで、あー、でも全部出たのかな ははいはい、はい、一応なんか全部マップの方は出たような気がしますが、一、まあ、回この周りをちょっと一周してみましょう。さあ、ここの中間地点はやっぱりなんか橋みたいなのがありますねえ。ここ行けないので中から通り抜けるしかないという感じみたいです。ということで、まあここはスルーかな。うーん。で、タバコとかが落ちてる。 え中には、やっぱりなんかいっぱい宝石類はありますね。はいはいはい。えー、マッピングの方は大丈夫。もう一回ブラックパンサーがいて、興味深い場所、銅がある感じか。特殊オブジェクト。うーん鉄とかはない感じですね。そういえばここ見てなかったな。主な植物は、 ああ、こんな感じで、鉱山は石炭と金。あ、ゴールドあるのね。金と石があると。年代記は五個今二つ発見してますので、あと三つあるみたいです。いやーということで、ここのまま行くとブラックパンサーが絶対いるけど、使っていかないといけないんだよね、きっと。170メーター。 あーやっぱこの中か。アクメーターのとこにもなんかある。うーん、ちょっとまず戦闘は避けられない。とりあえず上から見ていこう。えー、で、サソリか。一匹だけかな一匹だけならなんとかなるか。としゃがみながら様子を見ましょう。いるね。 さあ、外すかもわからないけど、とりあえず行くか。見つかったかなよいしょ。はい、オッケーよし、オッケー倒した。大丈夫ですね。矢もそのまま回収できる。そして、肉と爪か。これを回収していきましょう。 いや、ちょっと暗くなってきたのと少し怪しくなってきましたね。これは何だ巨大な石。やばい、またか。またここにある。<laughs> え、これ何個取るんだ興味深い場所は、やばいな、まだある。あと2つ、3つあるのかな結構ありますね。ちょっとこれはよろしくない。えっ、ー、と、ここで取れるのは、あ、こっちに行くと、 長いやつがあるので、少し棒を取って槍を作りましょうか。うーんと、とりあえず、これはまずいな。矢でやると確実に失いますね。えー、で、これも OK。これは魔法ガニー。エビとかは、ああ、いるね。ジャッカルいるね。こいつもちょっといけるかなー。 ちゃうかなやれる、やれるな。クンクンしてるけど、いけそうですかね。よし、止まったところを狙いましょう。よーし、来た。で、オッケー。はいはい。これは、まあ別にいらないか。えーと、で、現在ここをさらに、 ここに銅があるので、これを登っていくと木があるみたいですね。えー、っと、ここか。はい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 。でもヘビは大丈夫ね。で、ちょっとこいつを取りましょうかね。4本すべて取ろう。そうする確率ありと。はいはい。ここをゲットしましたので、とりあえずこのままいけるのかな上に登りながら、えー、一旦ですね、帰りましょうか。 船に戻って体制を立て直すという感じにしましょう。さあ、なんかわかりませんけど、目の前に竹がむっちゃ生えてる場所があるっぽいですね。おお、あるね。えー、で、ここにも何かあるっぽい感じなので、少し取っていきましょうか。これ、あれなんだろう。粘土とか取った場所にちょっと似てますね。えー、で、ここに、ああ本があるのかな。で、これは何水か。 水がありますので、えー、飲んでいこう。綺、え、麗、ー、な水が59ですね。飲む。はい。もうちょいかな。はい。で、えっ、ー、と、この中にも入れていけば大丈夫か。どうしよう。竹もなんか槍が作れる感じだったので、取っていくか。でもな、斧はもうやばいんだけど。はい。とりあえず竹もゲットしました。 えここにまだ道ありますので、このまま少しまだ行けますね。えー、では船まで帰りましょう。さ、とりあえず船まで帰っては来れましたね。よいしょと。よし。えー、とりあえずいらないものを片付けて、一旦寝ましょうか。まあ、あ本とか使わないし、まあ、どうかな。水牛の薬とかもいらないっちゃいらないですね。 で肉系も一応保管して、えー、種も持って帰ると。あと本も持って帰りましょう。あ食べ物も一応拾ったんですけど、まあ食べていくという感じで、とりあえずこんなもんかな。はい、ということで寝ましょうか。よし、朝になりましたね。ということでまずは槍の本を制作しよう。さっきの槍。 の槍は普通に作れるはずなのでこれを何本か作っていこう4本ぐらい作っていくか34本、えー、で竹の方はまあいいや置いていこう竹も一応取れたんで、えー、大丈夫かなと思ったんですけどまあいいでしょうで水は入っていないタンクの方は入れてるあ入れてますねよかった、えー、ということで飲むよしさあこれで2 再び復活しましたので、行きましょう。えー、で、竹槍を、あ、竹槍じゃない。普通の槍を装備しよう。えー、どうしようかな。クロス棒が、まあ、いらないか。よし、これで投げて、よし、落とせますね。えー、で、現在、右上の方は、一応敵は倒してますけど、ここからもいるので、まずは正面から、ゆっくり取っていきましょうか。 まあこれちょっとた、この槍で落とせないようだったら、まあ仕方ない、棒ンで落としていきましょう。うーん、それかなんか違うのかななんか高い台を作って、それに乗って取れというのが正しいのかもしれません。えちょっとわかりませんが、まあこれで落とせ、ぶつけて落とせましたので、自分はこれで落として取っていこうと思います。えー、で、昨日の夜、こちら帰ってきたときに、 え降りるところも確か見つけたはずなので、そこから降りていこう。ヘビがいたんですよね。ヘビに噛まれてみたら、ここを折り返せるような場所があったので、おそらくここから降りていくんじゃないのかな違うのかな結構行っちゃいますね。ああ、違うのかもしれないな。もう一個の、あ、やばいやばいやばい。踏み出た。これいけるやばいな。落ちるかな落下するかな 大丈夫そうか。はいはい。このまま行ってしまおう。まずはこの90メーターぐらいのアイテムから取っていきましょうか。これは特に問題はなし。ヘビがいる。ヘビも倒していこう。槍で十分。OK。で、これか。あー、なんかの薬。皮膚効果の薬。 なんか必要なのかなーえーで、で、金脈。うわ、金があった。どうしよう、せっかくだからちょっと取っていきましょうか。すべてやると絶対無理。えー、ということで、持ってるだけ持って、一旦、えー、船に戻りましょう。さ、金を取ったおかげでですね、ちょっと疲労が出てしまって、結構帰ってくるの大変でしたが、えー、戻ってきました。 えということであ、改めてもう一度行きましょうかね。えっ、ー、と、とりあえず、先ほどのところから行かなくても、ずるずる降りていけば良い感じでした。あ、それと、え金を取ったことによって、何か新しいの増えてましたね。どれだろうな。あ、これか。完璧な罠。えでもこれ、金じゃなくて鉄なんだけど。 うーんーが増えてるのとここ、あ、これはまあ、あ、そっか、見てなかったのか。そうですね。これはアップデート後に来たやつなんでしょう。金。えー、これも金が必要と。船、船に関しても、あ、船はいかだか。関係なしですね。金関係なし。え、金はそこまで、あれなのかな関係ないのかな金の剣。 うーん住民の家事が必要だよと。あと、金の盾。これも三つ。えー、どういうことなんだろう。うーん、これは、まだ作れない住民のなんかが必要って書いてありましたね。では、ここ降りていきましょうか。まあ、ここから降りても問題ないかな。ちょっとずつ降りれば、おそらく大丈夫。えー、で、ここにブラックパンサーね。はい、OK。 見えるかな見えますね。いるな。さあ、ある程度近づいたら、ちょっとしゃがみながらいきましょうか。よし。あ、なんと2頭いるのか。これはめんどくさいな。しかも、姿が見えない。高いところに登っていきたい。あ、見つかったかなあかったかもしれん。見つかったな。 見つかったけど、とりあえず一旦距離を置こう。大丈夫そうかな。しゃがんでも,もう見つかってますからあんまり効果はないんですけど。まあ見えるな。徐々にこっちに近づいてきてますね。えー、ならまあこっちはこっちで打ちやすい場所から攻撃しよう。はい、来てますね。もうめちゃくちゃ来てるな。 問題はどうするかだな。ああ、もう狙ったら逃げていく。で、近づくと今度また襲ってくるタイプだと思うので。よいしょ。オッケーさあ、なんとかなりましたね。よし、オッケーはいはい。とりあえず倒したのでいいでしょう。よいしょかな、したい。あーあ、これ欲しい。トロフィー。 トロフィー何気に欲しいのにな。皮、そして肉、ちょっと収穫していこう。爪があれば爪もちょっと取りたいんですけど、中に使うのかな。はい、まあ、これでいいでしょう。よしよしよし、これで、えこっちの方の、なんかが石板か。まず年代紙みたいなやつを取ると。で、こいつですよね。よし、今度は、持ってきたよ、ちゃんと。 ほら、槍で行こう。さあ、槍でドーン。おし、行けた。行けたけど、OK。落とせた。これならなくならない。はい、二つ目ですね。オレンジ色をゲットしましたので、えー、このままどうしようかな。半時計回りに行くか。ワニがいるな。え、これなんだ黒いのししってなんだろう黒いのししのとこに次は行かないといけない。 エビいるな。エビ。とりあえずこっちですね。サソリもいますね。毒気をつけないといけない。パークも結構今ポイントもらってるから、新しいパーク1個ぐらい取れそうなんだけど、まあ落ち着いてから取りましょうかね。あっちを121メーター。えー、と、もうちょいですね。カーピーってなんだカーピー。えっ、ー、と、行きましょうか。 そろそろかないるね。こいつが襲ってくるやつかはい。見えてますので、倒していこう。ほら、ドーン。あ、やばい、逃げられた。マジか。待って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 。ケ槍でいいかつつけ、つつけ。つつけ、つつけ、つつけ。ダメだ。剣で切ろう。よいしょ。はい、オッケー。 えー、槍は、弓は回収しましたね。これなんだまたか。こういうやつあるな。多いな。とりあえず、しゅ、おちょっと待って待って。ああ、サソリが。よしょ。サソリがいた。どこ行った。よし。さあ、ではもう一回取っていきましょうか。トロフィー意外と欲しいんですよね。えー、で、ここか。はい。ワニもいますね。 どこから落とすこっちからか。さあ、ぶん投げて落としていきましょう。よいしょ。ああ、危ねえ。外したかと思った。おし、落ちた、落ちた。オッケー。あ、そして種。ユーカリの種がもらえました。これはありがたいね。えー、で、槍の方もあると。 えー、重さの方はどれだどこだっけあ、こっちか。34なのでまだいけますね。もう一箇所、もう敵は倒してある場所行きましょうか。えー、とりあえずさっき、あ、ちょっと待ってよ、さっき取ったのか取ってないのか人形の方の数はちょっとわからない。うん、なんかやばいね。なんかブーンって音がしてる。豚さんが、イノシシが見つけたのかな よし。ここから。ま、で、これ取って、取ってないですね、やっぱり。えー、約100メーターのとこにあるやつ。これを回収してないので回収してこよう。えー、これを倒したやつか。ブラックパンサーですね。えー、で、ここか。これも裏から投げたいところだけど、見えない。いやー、今回は邪魔なものがあるし。 さあ、ここからいけるかどうかわかりませんが、いこう。どまあ、これぐらいならなくなっても構わない。よし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 、落ちた落ちた。あ、紫色。うーんと、矢はあ、あった。槍ありましたね。よーし。さあ、これで一応4つかな回収はしましたので、最後、あと1個回収しに行きましょうか。うーんで、ここの、 ちょうど中央部という感じですかね。さあ、一応こちら、ついでなんで、えー、覗いてきましょうかね。中央部分、何があるのか、もうちょっと覗きたいのと、えー、年代記の方も見ていくか。えー、一応これが中央部分かなそうですね。もうちょっとしたら何かが必要。そしてちょっと年代記の方がこのままであるので、年代記ちょっと先に見ていきましょうか。 うんと、敵の方はいませんね。OK。蛇がいるぐらいか。たくさんいるので踏まないように。さあ、これで年代記の方があると。偉大な四剣の歌と。あ、これなんか前もちょっと見つけましたねえ。各リージョンの名前がついたような人がいたはずだ。そしたらこの中央部分、入り口部分もちょっと見ていきましょう。人形があるのか、 もしくは人形を置くのかかな。そういった感じですかなこれ、ステップ、ビミニ島をどうたらこうたらっていうのをタスク終わって、名宮殿を探索すると。いうこと。ドラゴンフルーツの種。ああ、ドラゴン、ああ、なるほど。ここでイベントが一個終わるよという感じなのか。ということは、この変な銅像はどこで使うのかわかりませんが、まだあるな。 一応まあ、それは、ここは後にして、もう一個、おそらくあるであろう場所で取ってきましょうかね。さあ、もうすぐ場所なんですけど、えー、ピューマーいます。ブラックパンサーか。もう切っていくか。さあ、もうこれ、ここからだと矢は当たりませんので、あ、いけるのかなもう見つかってるよね。ほら、よいしょ。さあ、もう一発。よし、OK。 倒しましまたね一応なんか剥げるものだけ入いでいこう。はいはい、これで OK。えー、で、人形の方がありますので、人形落としていきましょう。やばい、これ。見えないな。横から落とそう。さあ、投げてと。あ、やばい。跳ね返った。嘘だろもう一発いこう。よし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 。落ちた、落ちた、落ちた。 一発目、跳ね返ったのでダメかと思ったら大丈夫でしたね。よしよしよし。さあ、そして種の方もあると。はい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 。えー、これで一応全部の周りのやつは取ったと思います。うーん、こんな感じですね。まあ、だいたい水のところもいったし、まあ、金もゲットしていますので、えー、このまま一旦今日は船に帰りますので、次回ですね。 えついにこちら宮殿の方行ってみたいと思います。それでは皆様ありがとうございました。